はい、どうもジルです。ということで今回はプロジェクト世界カラフルステージフィーチャリング初音ミクで今後のイベントについてお話ししていこうと思います。先日ね放送されたワンダショチャンネル内にて、出たね発表された情報の方から今後のイベントの、いつからどのイベントが始まるかっていうのをねまあほぼ確定っていうのとあとは予想の方をね話していこうかなと思います。各イベントの詳細についてはまた後日動画上げるのでよかったらね高評価とあとチャンネル登録をしてねその動画待っていただけるとありがたいです。では早速見ていきます。まずはね現在開催中のイベントマーメイドに憧れて、こちらのイベントが8月29日に終了します。ここから2日後、8月31日からね新イベントということで、でこのイベントは確定で今後イベントです。はい、ワンダショチャンネルのこれまでの傾向として、箱イベが開催されるときは必ずねイベントの発表が、ワンダショチャンネル内にて起こっていたので、で今回はそれがないということでね、ここは混合イベントだと思います。ここの混合に関しては正直誰が来るかわかんないです。まあ期間限定なんですよね。月末ということで期間限定なんで、まあバチャシンで来るか、あとは他の期間限定がね回ってきてないキャラクター、今特にね、全ユニットの期間限定が回りきったんで、まあ全ユニットのオリジナルキャラクターで期間限定が来てないキャラクター2キャラずついるんで、ね、そこでそれのどれかが混合で2人抜かれてくるっていった感じ、もしくはバチャシンが来るみたいな形ではないかなと思います。でその次のイベントがこれはほぼ確定でレオニの箱イベだと思います。これが9月10日からのイベントですね。9月10日からのイベントがレオニだと思ってて、それの理由としては、まずワンダショチャンネル内にて書き下ろし楽曲が今回レオニとニーゴが発表されました。なんでレオニとニーゴの、2つの箱イベは確定なんですけど、先に発表された方が必ず先のイベントとしてスタートしてるんで、今後イベントの後がレオニイベントで確定だと思います。で、このイベントが、9月10日から9月18日まで開催されると思います。多分いちかちゃんバナーかな。で、その後が、9月20日からのイベント。で、このイベントが、ニーゴのイベントだと思います。で、このニーゴのイベントが9月20日から9月28日の9日間ってった感じで、来月は全部9日間イベントになるかなと思います。まあ、なんで、で、ニーゴイベントの方はバナーが真冬ちゃんでほぼ確定だと思います。まあ、今回来てた声優さんがね、いちかちゃんの声優さんの野口さん、真冬ちゃんの声優さんの田辺さんっていうところがあったんで、まあ、この二人で、まあ間違いないんじゃないかな。周期的にもバナーが来てないっていうのもあるし、星4の周期的にもねこの2人がほぼ確定だと思います。そして、混合イベント、レオニ箱イベント、ニーゴ箱イベント来た後はね1周年イベントが待ってるんで、まあ多分1周年は混合になるんじゃないかなって思ってるけど楽しみですね。はい、ということで今回の動画こんな感じで終わっていきます。またね後日詳しい、キャラクターの予想なんかについては動画上げるんで、よかったらそちらも見ていただけるとありがたいです。ということで高評価チャンネル登録お願いします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。